速報白石麻衣、菊池風磨結婚前提の付き合いをしている。誰も焦らないテレビ。あ、ぐん、ナモン速報来たら日本終わり。心臓止まったわ。石野七瀬に対抗しててくさ。これ白石サイドが漏らしたらしいな。患者に歌やったんやろ。白石麻衣ってまだ人気あるん。すまん男の方完全に知名度負けてるやろ。こいつは誰と誰だよ。ジャニーから推薦もらって慶応行った人だって。あ、おめでとうさん。女優仕事もやる気ないし何も本当のこと話してないだろ。最近の白石麻衣は片瀬奈々に言ってきた。白石浜地で全方位見合いがなかったからなの。乃木坂 OB は生き延びてるの極少数やな。弱男荒れてんな。菊池の新しいグループ名覚えにくいわ。速報かと思って期待してたのに。お幸せに。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。